喜んで。ファンサービスは僕のモットーですから。ということでね、嘘つけっていう感じなんですけども、さあ本日はフォーさんのキャラクター格付け、キャラクター評価をやっていこうかなと思います。新キャラクターでね、このフォーさんっていうキャラクターが追加されまして、フォーさんの細かいそのキャラクターの、まあ、解説というかどういうキャラクターなのかっていうのは、また別の動画を出してるんで、よかったらねそっちを見ていただきたいなと、思うんですが、今日は、まあ、デュエルリンクスのにおけるねレベル報酬とか、あとスキルとかのことについてちょっと触れていこうかなと、いうふうに、思っております。まずねフォーさん、とりあえずですね、人間性評価からやっていくんですが、一言で表すのであればこのキャラクターガチのクズですまあ、後半の方そうでもないんですけど、前半はマジでクズです。ゼアル界のハガみたいな感じ、なんか言ってしまえばキャラクター解説動画見ていただいたら分かるんですけどね、性格ね、まず性格星1です。性格星1です。あ、ちなみに星5がマックスなんですけど、ゼアル界屈指のガチクズキャラでございまして、ベクターと本当肩を並べるレベルの、まあ、ガチクズキャラ、まあ、シャークの妹を事故に遭わせたりとか、あとシャークの部屋に、その大会の時にね、大会の時にシャークさんの部屋にわざとデッキをね忘れてって、でシャークがその自分のデッキをカンニングするように仕向けて大会を失格させたりとかね、何かとシャークさんからはね結構ねイラッとされることが多い印象ですね。でただし顔面偏差値めちゃくちゃ高いんですよ。見てください、イケメンでしょ。顔面偏差値星5です。顔面偏差値星5、顔面の偏差値だけは異常に高いんですよね。そのこのイケメンキャラとは真逆のなんかそのなんだろうな、クズっぷりになんかその心を脅された遊戯王ファンが結構いまして、フォーさんはゼアル界の中でもかなりファンが多い、なんかもう一説によると一番ファンが多いゼアルキャラなんじゃないかと言われていますね。ベクターと並ぶ。はい。で、ファンサービス。ファンサービスは星5かと思いきや、星1ですね。ファンサービス星1なんですよ。口癖がこいつファンサービスの癖仕上がりまして、ファンサービスする気が、毛頭ございません。毛頭ないんですよ。ファンサービスと、称しまして、ファンをいたぶるのが、趣味でございますんで、なんで俺に気持ちよくデュエルさせねえんだっていうね、ゴミみたいなセリフが、そもそも名言な時点でやばいやつだなって思うんですけども、まあそういうね、小鳥さん曰く、なんなのこの人って言ってましたね。はい。で、名言の多さ。これね、名言の多さめっちゃすごいんですよ。ちょっと、デュエルご覧いただきましょう。さあ、名言のね、多さ。まずこれですね。なんで俺に気持ちよくデュエルさせねえんだよ。やばいでしょ。あとね、これとか、俺のファンサービスを無駄にしやがって貴様許さんぞ。汎用性煽り能力が高すぎる。煽り能力高すぎるんですよ。ファンサービスだ。これとかやばいですよ。殴るしか脳がねえ脳筋が威張ってんじゃねえバカが。シンプルにバカガーとかめちゃくちゃ本気で言ってくれるんでね、最高ですよねこのキャラクター、マジに好きだわ。あとね、サレンダーする前の相手に言うセリフめっちゃかっこいいのあるんですよ。ちょっと待って、これサレンダーは認めない。さあ立て。煽り能力高すぎるだろこいつ。ほんとセリフ完璧です。コナミさん本当ありがとう。これに関しては完璧なんでマジで嬉しい。セリフはもう星5圧倒的。念入りなファンサービスをしなくちゃな。笑い方結構似てるでしょうね。笑い方結構似てるんですよ。でちょっと茶番はここまでにしまして、レベル報酬と、あとスキルの評価をしていこうかなと、思うんですが、まずですね、レベル報酬からですね、レベル報酬星2です。星2。これなんでかっていうとね、急に弱いんですよね、レベル報酬。まあ、ジェム回収キットみたいな感じの、効果なんですけど、一応なんで星1じゃなくて星2にしたかっていうと、このスキルのね、このサクリファイスパペットっていう、このスキルが一応ゲットできるんですよ。これめっちゃ強いんで後でやりますけど、これがめっちゃ強くて、これが入ってるんで、一応星1じゃなくて星2にしました。まあ、あんま強くないですね。これなんでかっていうと、やっぱりその、
魔法カードが強いんですよ。ギミックファイトって結構その魔法カードが強くて、なんかめちゃくちゃな効果でオロマイできるみたいな効果と、あのカードとか、あとなんかあのデッキからギミックファイト出してくるみたいな、そういうね、ギミックパペットの魔法トラップがあるんだけど、あの辺が全部実装になっていなくて、でなんかあの実装になったモンスターもなんかナイトメアっていう、もう結構割とどうでもいい割とどうでもいいモンスターだったりとか、まあ、ヘブンズストリングスが来てくれたのは嬉しいですけどね。なので、まあ、ちょっとレベル報酬はちょっとお世辞にも環境的に強いとかは言えないかなっていう思いますね。まあ、ただヘブンズストリングスがあるという点と、このサクリファイスパペットがあるっていう点だけで一応星2にしました。はい。お次はね、スキル評価なんですけど、スキル評価はね、星4くらいは上げてもいいですかね。これがね、強すぎるんですよ。このサクリファイスパペットっていうこのスキルですね。これがガチで強くて、これが星10くらい上げてもいいぐらい、めっちゃ強いんで、一応星4にしてます、スキルは。これがある方。手札デッキからレベル8のギミックパペットモンスターを1体墓地に送ることによって、デッキ外からギミックパペットをデストロイを出すと。これ何が書いてあるかっていうと、愚かな埋葬をしながらデッキ外からギミックパペット出してくるんですよ。つまり手札を何も消費せずに墓地にカードを送ってカードを出します。バカでしょやってること強すぎるでしょ、どう考えても書いてること強すぎ。なので、このスキルがガチでぶっ壊れてるんで、一応星4にしましたね、あのスキル評価は。でこれただし、もちろんそういうスキルには制約が重くて、制約、はい。でこのスキルはデッキエクストラデッキのモンスターが全てギミックパペットモンスターと、闇属性のナンバーズモンスターのみのデッキを設定してデュエル開始した場合しか適用できない、デュエル中に一度のみだから、ギミックパペットってランク8がね結構多いんで、ランク8とかレベル8が多いんで、ランク8をね、出して戦っていくデッキなんですけど、まあ今後出てくるような汎用ランク8のモンスターとか、あとエネアードとか、ああいうのも入りませんから。闇属性の、ナンバーズじゃないとダメだし、ギミックパペットじゃないとダメなんで、汎用カードはね、トラップとか魔法トラップは詰めますけど、例えばクリボールとか、あと、カイトロイドとか、ああいう系のカードとかも詰めませんから、割とですね、縛りがきついからこそ許される、ぶっ壊れスキルなのかなと思ってます。ただ、ギミックパペット自体が割とまあそこそこやるので、なかなかね、デュエルキングになる程度であれば、このスキル使って、できるんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、チャレンジしてないですけどね。で、スキル、固有スキルからやっていくんですが、まずこれはまあ、ジャイアントキラーが追加されるよっていうスキルと、ジャイアントキラーがいる場合はどちらこちらって書いてあるけども、これはそんなに強くはないかなっていう、要はギミックパペットジャイアントキラーを持ってない方向けの、まあ、スキル、まあ、赤き竜のあざき的なあのスキルになってますね。で、オーバーレイゲインとかアタックチャージとかは、まあ、汎用スキルだからよくて、オーバーレイリジェネレート、これ結構面白そうなんですよね。自分の手札の魔法カード1枚を自分のフィールド上のエクシーズモンスター1体の下に重ねてエクシーズスライにすると、このスキルは出る順に一度しか使用できない。だからなんだ、ジャイアントキラーの下に重ねてオーバーレイ、ユニットを増やすっていうことももちろんできるし、例えば、デジタルバグとかだと手札の魔法カードを1枚こう下に置くことによってエクシーズスライが増えるんで、そうするとそのなんかランク3立てると一気にランク7までいくとかもあるんですよ。素材が増えるっていうことはそれだけコストが増えることになるんで、割とね面白そうな使い方はできると思います。これ結構やばいことが起きる可能性があるスキルですね。はい、ちょっとまだ思いついてないですけど。で、オーバーレリムーブはまあ今までで通りだな。で、ギアチェンジも結構面白いんですよね。手札のギミックパペットギアチェンジャーがいる場合、そいつを見せるとフィールド上の、ギミックパペットモンスターのレベルを、4か、8にすると。なんで、こいつの効果をなんかスキルで発動するみたいな感じの、イメージですね。ギミックパペットっていうのはレベル4か8のモンスターが多くて、ただし橋渡しをするのが難しいんですよ。要は4と8並ぶけどエレベルが合わないっていうことが起きるんで、まあそれをこれでカバーするみたいな感じですね。はい、まあ、割と悪くはないけど、ただサーチがないから微妙っていう感じか。で、リターンですね。リターンは除外されているギミックパペットモンスターを全て墓地に戻すと。でギミックパペットっていうのはかなり除外するんですよ、効果を。例えばネクロドロとかのコストで除外したりとか、あと墓地から除外して効果の耐性を得るとか、まあ、そういうモンスターがいっぱいいるんで除外どんどん溜まっていくんですね。だからこれでもう一回使いますっていうことができますんで、割とこれも悪くはない。ただし展開力が上がるわけじゃないからこの効果で、なので、まあ、ちょっと回った前提の効果なのであんまりかなっていうふうに思いますね。でギミックパペット、リプレイスもこれ悪くはないかなと思ってて、自分の手札からレベルの合計が8になるように最大3体までモンスターを選んで墓地に置く、まあ、3体選んだらやばいけど手札なくなるから、
ただしデッキからレベル8のギミックパペットモンスターを手札に加えると。だからただしこれギミックパペットレベル8のモンスターで展開力があるモンスターがあんまりないですよね。ビスクドールも手札捨てるしみたいな感じなんで、あんまりね、あの手札消費が激しくなっちゃうんで、そんなになんかめちゃくちゃ強いっていうわけじゃないですけど、はい。ただこのスキルがいいところは、スキル、デッキが全て闇属性機械族のモンスターデッキを設定してデュエル開始するっていうような、効果制約しかないんで、例えばデスペラードとかああいうカードを入れることができると。例えばそのさっきのサクリファイスパペットだったら、これスキルの縛りがきつすぎてデスペラードとか入ることができないんですよ。入れられないんですよ。なんですけど、このリプレイスとかであれば一応デスペラードリボルバードラゴンとかを採用できるっていう、まあ、ちょっとだから若干その汎用札を詰めるみたいな感じですかね。相性のいい、まあ、そんなイメージですね。で、あとはナンバーズルールとかなんで、はい、汎用的なスキルはまあドローセンス闇があるんでアレイサー使えるかなぐらいの感じですね。あとオーバーレイゲインがあるんでなんか打点補助できるかなみたいな感じ。汎用スキルはそんなに強くはないけども、サクリファイスパペットのおかげでめちゃくちゃ展開力が出せるんで、まあ、ギミックパペット使うんだったら圧倒的フォーさん一択みたいな感じになるから、まあ、それがすごい評価高いです個人的には。はい、ということでですね、まあ、総合評価は星3くらいかなと思いますね。固有スキルがすごい強かったんで良かったです。はい、ただしちょっと報酬が若干弱いかなと思うんで、まあ、この辺はちょっとレベル35とか40とかレベルの条件が上がっていった時にちょっと期待したいなと思いますね。まあ、強そうなギミックパペットの魔法トラップカードをなんか実装してほしい。コンドレンスパペットとかああいうカードが欲しいかなと思います。はい、ということで、フォーさんのキャラクター解説でございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。